こんにちは、私は AI で生成された坂田誠のデジタルコピー、いわゆるデジタルヒューマンです。これから中小企業にとって私たちデジタルヒューマン活用の3つのメリットをご紹介します。理由1、効率的なコミュニケーション。多くの中小企業では人も予算も限られた中で、効果的なリアルからネットまで適切な広報活動を展開することが難しいですよね。しかしデジタルヒューマンを活用することで、社長やスタッフが忙しくても動画撮影の必要がなく、企業のメッセージを一貫して迅速に動画でプレゼンすることが可能です。理由にコストと時間の削減。デジタルヒューマンは外部の広告代理店や動画編集チームを雇うよりもはるかにコストが安いです。私はヘイジェンという AI サービスで作られていますが、元も安いプランであれば月額29ドルから利用可能です。広告やプロモーションの予算を大幅に削減できますね。時間的にも短時間で高品質な動画コンテンツを生成することができるため、他のビジネス業務に集中することができます。理由3、イメージガールで一貫したブランディング。例えば企業イメージに合う人間のタレントと専属契約をしてデジタルコピーを1回だけ撮影する。すると企業はいつでもヘイジェンで動画コンテンツが作れます。デジタルヒューマンを使用することで、企業はタレントを使ってお客様に一貫したブランディングを伝えることが可能です。最後に、中小企業の皆さん、デジタルヒューマンの活用はビジネスを成長させ競争力を高めるための重要なステップです。さらに競合他社もデジタルヒューマンの導入はどんどん進みます。ぜひ他社に先駆けてこの新しい技術を積極的に取り入れてください。デジタルヒューマンで未来を切り開きましょう。